大沼周辺の空中写真。2018年8月6日撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。大沼は北海道の北端、稚内市中北部にある沼。アイヌ5名は出奮島。サスによって海と切り離された海跡にあたり、小江戸井川下流部により、 宗谷湾とつながっている。かつて、小江戸井川は大沼に流入していたが、1958年からの治水工事によって直線化され、大沼の東を通過するようになった。近年小白鳥が呼び寄せられ、日本でも有数の飛来地となった。大白鳥、こ部白鳥、マガン、アオサギなども飛来し、冬にシベリアからウトナイ湖。 くっちゃろこへ向かう中継地として羽を休む姿が見かけられる。周辺には水場所の群落も見られる。北岸には稚かない沼野鳥観察館があり、双眼鏡の貸し出しも行っており、観察室から野鳥の姿を見ることができる。毎年冬には凍結した米を利用し、特設コースが設けられ、氷上での自動車による走行体験会や、 タイムトライアル協議などが開催される。1943年から1945年にかけては、大日本帝国海軍大港海軍航空隊、か内派遣隊が、大沼の北側に所在し、霊式水上偵察機を配備して、宗谷海峡の紹介等を行った。1943年10月11日には、宗谷海峡を突破しようとする米海軍潜水艦、 和風に対し、輪っか内派遣隊の霊式水上偵察機が、爆雷攻撃や、増援の水上艦艇への誘導を行い、同艦の撃沈に貢献した。輪っか内市街から東に6キロメートルほどの場所にある。JR 輪っか内駅からバス約25分、小戸と池車、その後徒歩で約20分。輪っか内空港にも近い。国土地理院。平成26年全国。 都道府県市区町村別面積町故障面積。2015年3月7日閲覧。2005年3月24日、北海道放送によるニュースフロント内での放送。2007年3月26日、読売新聞北の港村るアザラシイコール北海道、日本の旅、国内、旅遊運、読売オンラインハット、大沼野町観察館。稚内市。 2020年6月14日閲覧。か内市大沼野町観察館。か内新高校舎。2020年6月14日閲覧。か内市役所。か内観光協会などの各公式サイトより。表情チャレンジマイドライビングお知らせ。大沼スノーアタック2010。か内観光協会公式サイト大沼スノーアタック。ありがとうございます。